および、それを原作とした、舞台作品。連作短編の手法を用いて、全6話がすべて、登場人物や出来事でつながっており、長編小説とみなすこともできる。2008年7月11日から20日にかけて、上演された舞台では、この連作短編を A パート、B パートと分けて上演し、A パートの人物や出来事の一部は、 B パートで描くという演出で物語が描かれた。2009年8月10日から16日にキャストを一新して再演される。原作は20万部のベストセラーとなり、第1話のクワガタと少年はエブリリトルシングクワガタと少年のタイトルで絵本が発売されているほか、全国の学校の道徳の教材に採用されたり、入学試験にも出題されている。また、 原作を読んだタレントがブログで紹介した時にそのタレントのファンが小説を読んで自殺を思いとどまったというタレントとファンの交流がニュースにもなった。デパートの昆虫売り場であえてちゃんとしてない普通じゃない五本屋のクワガタを買い求める少年と店員の交流を描いたクワガタと少年から物語は始まり。 貧乏を苦にする中学生の苦悩を描いた。ランチボックス、地味で、目立たない、女子高生を描いた。アフターザ・プロム、客に恋する、女子大生を描いた。彼女はいつもハーティーに、女性であるがために仕事に悩む OL を描いた。ビジネスカード、絵本タッチの、僕は、薬指と、全6話からなるが、すべての話はつながっており、最終話の、僕は、薬指で、 すべてのピースがハマる。主人公は、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人と各話で全く異なるが、すべての話が、主人公の夏休みを描いている。エブリリトルシングが、メルケプランニング制作で2008年7月11日から7月20日に、木の国やサザインシアターにて上演。 構成キャストスタッフ、エブリリトルシングキューが、メルケプランニング制作で2009年8月10日から8月16日に銀河劇場にて上演。構成キャストスタッフ、ありがとうございます。